さあ、ミシミシと音を立ててゆっくりと入線してくる列車。もう皆さんもご存知の通り、小田急ロマンスカーのエクセというタイプなんですが、あの普通のエクセはチョコレートっぽい色をしているのに対して、こっちのエクセはシルバー、そう、これはエクセアルファというやつで、文字通り従来のエクセにプラスアルファの機能を搭載した、まあ、リニューアルエクセというところでしょうか。今回乗車をしていくのがこれモーニングウェイ76号の新宿行きなんですけれども、以前うちのチャンネルで新宿発箱根湯本行きのもうバカみたいに速いスーパー箱根号っていうのをご紹介したと思います。そいつがもう本当にアホみたいに速くて、新宿を出ると次小田原までノンストップ途中45駅連続通過みたいなロマンスカーだったんですが、そのスーパー箱根号は下り列車のみの運転。実は箱根湯本から上り新宿方面にはスーパー箱根号は運転されていないんです。じゃあ小田急のロマンスカーの中で上りは一体どの列車が速いのかというと、もうおそらく停車駅でいうとこの列車が小田原から新宿まで最も停車駅がおそらくね少ないんです。一体ねどのタイプのロマンスカーが一番速いのかなと、相模号とか箱根号とか富士山号とかいろいろあるけどどれかなと思いきやの、最も停車駅が少ないのはこのモーニングウェイという、ちょっとこう早朝のライナーを兼ねたような名前になっていますが、一応このモーニングウェイ号は平日それから土日休日関係なく運転されます。ただこのパターンで運行するのは平日のこの1本のみ。これモーニングウェイ号はあの朝上り列車で何本か運転されているんですが、あの終点の小田原を始発とする列車に関してはこの多分76号のみなんですね。他のモーニングウェイ号はこの小田原よりもさらに新宿寄りの秦野を始発とする列車がほとんどなので、まあ、この小田原始発のモーニングウェイというのはちょっと珍しいタイプ。まあ、運転されるのはこのエクセアルファということで、前面にねちょっとフレームが入っているので前面展望はちょっとしづらいんですよね。あの VSE とか GSE はもうがっつり展望になっているので見やすいんですが、こっちはちょっと見づらく、まあただ座席とかはね元々のエクセと比べると大幅にねリニューアルされています。やっぱり座り心地とかもこう座席の後ろのねこうカバーのクッションの厚さ、肉厚さが増していて、結構ね乗り心地は良くなっている感じもします。早朝の平日の時間帯、まあこの時間帯も上り方面行きの列車乗る方で混雑をしているんですが、その横を特急列車でこれすり抜ける感じはまた優越感があってたまりませんね。まあただそもそもロマンスカー自体速度も割とゆっくり、多分100キロとか110キロとかそれぐらいでしょうし、まあ、この時間帯列車本数が多くなって前も詰まる時間帯なので、モーニングウェイ号はゆっくりと走行中、そしてもうすっかり雪化粧ですよ。富士山てっぺんの方まで真っ白になっています。12月、そして御殿場線との乗り換え駅新松田駅もこのロマンスカーモーニングウェイ号は停車をしません。ここで前を走っていた、これは各駅停車ですかね、左側の列車を1本追い抜きまして前がスカスカになりました。御殿場線の線路とクロスしてさらに先へと進みます。このエクセアルファなんかこう貫通扉、正面に扉がついてそうな感じするんですが、この中央の2つのフレームは扉ではないんですね。これ実際非貫通になっていて扉は設置されていません。まあ、地下鉄線内を走るとかだと正面に扉がないとあの直通することできませんけれども、まあ、この列車は基本的にはもう新宿それから小田原この区間を行き来するような運用なので、まあ問題ないでしょう。まもなく秦野に到着いたします。秦野の次は大垣に止まります。さあ小田原を出発して一発目の停車駅はというと秦野駅、まあ、この秦野は基本ロマンスカーが停車する駅で、まあ、大体通過するやつもあって3本に1本ぐらいのロマンスカーが停車する、そんなイメージでしょうかね。おお、そして御殿場線に直通する特急富士山号が右側に停車中で、この列車が入線するのはまあもちろん新宿方面行きの3番線のホームなんですが、先ほども解説した通りモーニングウェイ号はだいたいこの秦野駅を始発としていて、でこの秦野を始発とする新宿行きのモーニングウェイっていうのはこれ上りの3番線4番線じゃなくて
右側の一番右の一番線から出発をしていくんです。これは結構意外ですよね。右側の1番線2番線っていうのは小田原、下り方面行きの列車が発着するところで、おそらくそこで一旦下りの本線に入って逆走して、で転線、左側に転線をして上り線に入ってくるんでしょうね。この時間帯、朝の時間帯は上り列車の方が需要がありますし、本数も多くなる時間帯でしょうから、そんな中で秦野駅の上りホームに始発のモーニングウェイ号を数分間停車させるっていうのも、やっぱりね、前が突っかえてしまうんでしょうね。下りホームをうまいこと活用しています。今見えている連絡線を伝ってこの上り線に合流するんでしょうね、きっと。小田急のロマンスカーのイメージといえば、やっぱり GSE と同じくオレンジ色で、3年前2018年ぐらいまでは、これが小田急ロマンスカーだっていうと、ロマンスカーの典型の顔みたいな感じのオレンジ色のね、レトロな LSE というロマンスカーが運転されていたんですが、その LSE が引退したことによって、もうすっかり小田急ロマンスカーの最古参は、このエクセということになっています。エクセも厳密に言うとこれはリニューアルされているので、あの茶色のチョコレートっぽいエクセが小田急最古のロマンスカーということで多分間違いないと思います。また一つ、先ほど前を走る列車を抜きまして、次の停車駅は本厚木駅。余談ですが、小田急ロマンスカーは割と休日と平日で行くと平日の方が通過率が多い傾向にあるみたいですね。やっぱり土日休日に関しては、小田急の沿線から小田原、そして箱根湯本の方、箱根を結んでいるので観光需要としての側面が多いんでしょう。休日は各駅でお客さんを拾うためなのか、停車駅が多くなるような傾向があります。さあ、まもなく本当の厚木駅、本厚木駅に到着なんですが、ここで地上から高架線に入ります。だいたい新宿を始発とする各駅停車って本厚木行きっていう、そういう行き先が設定されている各駅停車が多いと思いますが、もうその通りで、本厚木から先はさらに列車の本数が増える区間でもあります。なので列車が詰まって、ここからおそらくもっとゆっくりになるでしょうねと言いかけたら、もう本厚木手前でゆっくりゆっくりと亀みたいなスピードで走行中。真ん中にはこれ1本引き上げ線がありますが、もろ各駅停車新宿行きの表記がありましたけど、本厚木に着いた列車がこの引き上げ線に一旦引き上げて、また入線して新宿方面に向かっていくと、そういった運用が行われているわけですね。マニアの心をくすぐる配線。ここも本厚木もちょっと線路多めの2面4線の駅になっています。お隣厚木駅に比べると、もう段違いの利用者数、そして駅の周辺の発展具合もとても良い感じになっていますね。この本厚木駅はだいたい通るロマンスカーの2分の1ぐらいが停車をすると言っても過言ではないぐらい、それぐらいロマンスカーに停車をされる駅ですね。どうせなので皆さん、この今出発する本厚木駅周辺のこの建物が密集している景色と、そして次に通過する厚木駅周辺の景色とのそのギャップというのをご覧いただければと思います。この後相模川を渡ると海老名市の方に入って厚木駅、偽厚木駅に入るわけなんですが、いや、もう本当にね、本厚木の栄えようっていうのがね、よくわかりますよ。何度もご紹介しているので簡単に解説をすると、この本厚木駅がある方が厚木市、そしてお次の厚木駅は厚木駅を名乗っているのにもかかわらず海老名市と、本厚木の方が厚木の中心地寄りなので大きく栄えていると、そういった形になっているわけですね。本厚木を出発するともうすぐに海老名到着放送がかかり、まるでこの厚木駅は忘れ去られたような扱いを受けています。そしてホームも本厚木と比べるともう段違い人がいない、通勤ラッシュ朝方の時間帯だったわけなんですが、もう全然上りホームも人がいないような形になっていましたね。さあ、海老名駅にももう満杯で列車がぶち込まれていますね。このロマンスカーは一番端っこのホームの方に入線をします。
右側には各駅停車新宿駅の列車が停車をしていまして、ここでもさらにもう一本前の列車を追い抜きました。そして右ご覧いただきますと、こっちロマンスカー側を向いている方が結構多くて、このモーニングウェイに乗車される方も朝でも結構多いみたいです。まあ、小田急のロマンスカーといえば、この海老名から新宿の間だと570円で乗車することができますから、もう割と価格的には JR なんかと比べるとリーズナブルな価格帯。朝からまあ優雅に、まあ、ゆったりと出勤したいという方は利用する方も多いのではないでしょうかね。右奥の方には相鉄の海老名駅もあり、相鉄の車両が停車中、信号が青になって普通列車を抜かして海老名駅を出発です。海老名もだいたい半分ぐらいのロマンスカーが停車をしますからね。ここまでは順当というか、まあ普通のロマンスカーと同じ停車パターン。お、そしてなんかちょっとピンク色っぽく見えますけど、箱根登山鉄道で活躍をする小田急の車両、あの奥に停車する赤い一線型とかもこれからどんどん運用を離脱して見れなくなってしまうんでしょうね。さあ、そしてまたこの後車内放送がかかるわけですが、この後の放送にご注目。あれ、一瞬ちょっと聞き間違えたような感じしたんですけれども、新百合ヶ丘とかの間違いですかね。あれ、でも確かに今新宿って聞こえましたよね。そう、このモーニングウェイ76号は海老名を出発すると終点新宿まで止まらないという、まあ、かなりね途中駅をすっ飛ばしまくる特急列車なわけなんです。もちろんモーニングウェイの他にも相模号、富士山号、箱根号といろいろなロマンスカーありますが、平日休日全部含めて上り列車で海老名から途中新宿までノンストップでぶっ飛ばす特急列車っていうのは朝のモーニングウェイ号上り3本のみとなっていて、それ以外の日中のロマンスカーに関してはやっぱりねいろいろな駅止まるわけですよ。海老名から新宿の間でロマンスカーが止まる主要駅というと、相模大野、町田、新百合ヶ丘、成城学園前、まあ、こういった駅が挙げられると思いますが、大体日中のロマンスカーっていうのはそういった途中駅に停車をします。まあ、特に停車が多いのが町田とかですね、他の JR 線からの乗り換えのお客さんもいますし、あとは新百合ヶ丘とかに停車するロマンスカーもちょくちょくあります。しかも土日休日に関しては同じモーニングウェイ号でも海老名から新宿の途中駅に停車をしてしまうんで、ここまで駅をすっ飛ばすのは平日の上り列車のみ。お、そしてリニューアル前とリニューアル後のエクセのすれ違い、ほんと右のエクセ、旧エクセはねチョコレートみたいな塗装をしていて、もう見るたびにお腹が減りそうになりますが、次に通過するのはここ相模大野駅。この駅もいろいろなロマンスカーに停車をされるんですが、この列車は通過で、この相模大野通過する際はこれホームに面しているところではなくて、この通過線をね通過をしていくわけですよ。他の駅は普通のホームに隣接している線路を通過するんで、この相模大野通過の時はちょっとね優越感がありますね。真ん中の線路をずっと進んでいって、で3本あるうちの両サイドが本線になっていて、真ん中の方は多分これ江ノ島線とかに使用される引き上げ線とかなんで、左の方に点線をします。ただいくら新宿までノンストップといえど、ここから先はね朝ラッシュの時間帯上り列車はかなり混みます。相模大野を出発して町田、そしてこのあと複々線の区間が待ち受けていますが、ここはねまだ複線の区間なので前に列車が相当詰まっているんでしょうね。新宿まで全区間通過と聞くとめちゃくちゃ速そうですが、まあでもこの先の上りとまでは複線の区間なんで、前の列車を追い抜く際はこういった駅の待機設備がある時じゃないと絶対に抜くことができないんで、通過してどん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 距離が迫ったとしても駅に普通列車が停車をしないと抜けないので、まあ、ここから先複々線の区間に入ればもっとね前スムーズに進むことができるんでしょう。お次の通過する鶴川駅で左を走る普通列車なんですかね、なんか列車を追い抜きましたけど、この駅もちょっと面白くて、上り線だけこのように待機線がある、そんなちょっと特殊な駅になってます。下り線は1本のみなんですね。左側の方からちょっと新幹線っぽい高架線が見えてきましたけど、トンネルを抜け次は新百合ヶ丘駅で
ここ小田急多摩線と合流。この新百合ヶ丘駅の通過も相当遅いんで、ちょっと気になって調べてみたんですよ。海老名駅からお次新宿駅までのこのモーニングウェイの所要時間は48分となっていて、でこれを日中の、もっと停車駅の多い快速急行と比較した場合、快速急行の所要時間が51分だったんですね。なので日中の快速急行と、ちょい早いぐらいだけれども、うほとんどね同じぐらいのスピードというか所要時間で走るといったことになっております。快速急行よりかは圧倒的にね停車駅も少ないはずなんですが、まあどうしてもこの朝ラッシュの時間帯はノロノロ亀運転になってしまうんでしょうね。ちなみに日中運転しているロマンスカーは、このモーニングウェイよりも停車駅が多くて遅いはずなんですが、なぜか所要時間は日中のその停車駅の多いロマンスカーの方が早い。そっちのロマンスカーは45分ぐらいでこの海老名新宿間を駆け抜けるので、まあそういったなんかちょっとした逆転現象みたいなものが起こってしまっているんですね。さあそしてゆっくりゆっくりと通過するのは、通過っていうかもう今にもこれ列車が止まってしまいそうな速度ですが、向ヶ丘遊園駅を通過していまして、ここから先上戸までの一駅間はちょっと特殊な区間ですね。右側の方、一番右の線路はここで分岐2つに枝分かれしていると思いますが、ここから先は3線の区間になっていまして、真ん中それから左側が上り線、そして右側が下り線、下り1本上り2本の区間になっています。これは用地の関係でこういう風になったんでしょうかね。ここから先は線路4本なんですが、ここだけ3本、朝の通勤ラッシュの時間帯の輸送力を増強するためにおそらく上りのみ2本になったのでしょう。ずっと黄色信号が出ておりまして、スピードを上げることができません。しかも入線する先のホームには列車が止まっているわけなんですね。常磐線の E233系停車中。止まってるのはあれですね、ちょっと本数の少ない希少性の高い種別、通勤準急ってやつで、これはこの朝の小田急線から千代田線に入って都心をぶち抜いて常磐線の松戸まで行くロングランの列車をちょうど入れ違いで出発をしてくれましたね。もうこんだけ遅いとなんかこの駅停車するのかなってこう錯覚してしまいそうになりますが、この上りとはこのロマンスカー通過ですからね、3番線をそのまま通過して、でさっき4番線に停車した列車も同じぐらいの速度で出発をしていくんですよね。不思議だな。なんかここから先は複々線の区間なので、別にどっちがどっちを待ち合わせするとかそういうのは関係なしに走行することができます。この左の通勤準急ってのも結構ね面白い動きをするやつで、以前うちのチャンネルでもご紹介したんですけれども、小田急の場合はこれ内側が急行線、外側に駅が設置されていて観光線になっていて、各駅停車とかが外側を走るんですが、この左を走る通勤準急って今ねこれ一緒に走ってますけど、遅い方の観光線を走ってるのにもかかわらず、このロマンスカーと同じように駅を通過するんですね。一応通勤準急も準急行なので、真ん中のこのロマンスカーと同じ急行線、速い方の真ん中の線路を走るはずなんですが、この時間帯だけはより効率的にこの2つの線路を使って列車をさばけるように、一時的に通勤準急を各駅停車なんかが走る外側の観光線へと入れる、そういったことが行われているんですね。仮にさっきの通勤準急がずっと真ん中の線路を走っていたら、もうこのロマンスカー通勤準急を抜けずにずっとどん詰まりで団子運転することになっていましたから、これはねこのロマンスカーにとっても助かるんですよ。先を行くことができますからね。そしてさっきの通勤準急はこの成城学園前地下に入って駅の手前で転線をして、今度は急行線の方にやってくるんです。なのでさっき道を譲ってくれた通勤準急くんはこの今走っているモーニングウェイ号の後ろ、急行線を走っているはず。これねポイントの切り替え1個ミスっただけでもね大事故につながりかねないのに、それをやってのけてしまうこの小田急、そして日本の鉄道技術すごいな。おおおおすごい、これ複々線ならではの光景です。お互いが干渉し合うことなくのびのびと走ることができる。
そして次通過するのはちょっと大きめの駅、共同駅ですかね。これアーチ状の屋根になっていて広々とした駅の作り、また左側の方、常磐線千代田線直通の列車を抜きました。これも相模大野駅みたいに真ん中通過線になっていて、駅に接することなく列車が通過。本当なんか小田急のこの高架線、複々線の区間の駅って新幹線型の駅になっていて、真ん中2本が通過線、外が停車線になっているんで、これなんか速度をだいたい 2.5 倍速ぐらいすれば、なんか新幹線に乗ってるんじゃないかなと、そんな錯覚に陥ることができそう。まあ、だけれども新幹線の場合はまあこんな急カーブ、こんな頻繁には曲がることはできませんかね。さすがに200キロとか300キロ近いスピードで走行したら脱線してしまいそうですが、そして複々線区間もいよいよ地下に入るんですが、ここから急行線と観光線の位置がこれ左右ではなくて上下になりますんで、ちょっとね注目して見ててくださいね。さあここで地上区間は一旦終了で地下の方にぐーっと入っていきます。次通過するのは世田谷代田駅なんですが、この世田谷代田ももともとは地上駅で、現在は複々線そして地下駅化されていますんで地下に線路が通されていますが、この地下線の左側のところちょっとねこうスペースがあるのお分かりいただけますでしょうか。なんかこれ一見すると補線機材を置くスペースみたいなそんな感じですが、階段なんかもあって、しかも奥の方トンネルにちょっとかかっているところにはスロープ、まあ、スロープというか柵のようなものがありますね。これはあの世田谷代田駅が地下化される際に仮のホームが設けられていたところなんですね。現在ではそのホームが撤去されて後だけ残っています。で今通過しているのはこれ下北沢駅で、でさっきの世田谷代田駅はというと、ちょうどさっき見えていた仮ホームがあった後あたり、あそこのこの急行線の真上あたりに観光線のホームがあって、急行線このロマンスカーとか快速急行優等列車が通る急行線地下ホームにはホームが設けられていないんですね。先ほどの区間まで上を観光線、そして地下の下側を急行線が走っていて、でこの東北沢駅あたりでまた出てくるんです。上下でこう階層構造のようになっていたのが、また今度は水平で4本線路が並ぶような形になって、今度急行線と観光線の位置がここで切り替わります。今度は速い方の急行線が外側にやってきました。4本あるうちの内側が千代田線の方に直通する列車が走る、そして外側が新宿方面行きの小田急線の線路なんですが、もう前を走るあれは色的に何だろう、快速急行新宿行きとかですかね。このロマンスカーホーム A 号の行く手を阻み、まだ駅に停車中、そして列車が出発をすると信号が変わり、このロマンスカーが入ることができます。ただですよ、この代々木上原駅を出発するとこのホーム A 号は新宿に向かうわけ でさっき前どん詰まってた快速急行くんも新宿の方に向かうわけで、ということはですよ、上下で1本ずつしか線路がないこの代々木上原から新宿の間は前の快速急行にこうぶつからない程度こうちゃんと距離を取りながらこう団子運転をするような形になっていますので、もう確実にねここから先このホーム A 号は新宿までそこまでスピードを上げることはできません。ゆったりゆったりと終点を目指すわけですが、下の方千代田線の方に直通する列車はトンネルの中に消えていきます。代々木八幡駅が見えますけど、ちょうど地下に潜った千代田線の地下線の真上あたりにこの駅が設置されていますね。小田急線で最も利用客数の少ない南新宿駅をゆっくりと通過。いつ来てもここはね10分に1本しか各駅停止が止まらず、特急列車ほぼ通過なんで人がいないと、この時間帯であっても人はまばら。小田急はもう新宿到着ギリギリまでこれ地上を走ります。ここの踏切とかも相当車通り多そうですけどね、どうなんでしょう、開かずの踏切と化してそう。新宿駅もさっきの下北沢周辺みたいにこうミルフィーユのようなこう階層構造になっていまして、各駅停車の方が下のホームに入り、そしてこっちのロマンスカーの方は上の方に入っていきます。お、
正面に見える、これ新宿の上の方は3つホームがありまして、真ん中の方に入っているのがこれ先に代々木上原を出発した快速急行かなんかですかね、もう新宿駅に先着をしていました。ロマンスカーはお決まりのこっち1番乗り場というか2番乗り場かな、使われているのはこちら側一番端っこの方面に入ります。 GSE とか VSE なんかが入るときはもう確実にね、このホームに入る際にミュージックホーンを鳴らすわけなんですが、まあ、この XA は多分ミュージックホーンが搭載されていないんですかね。普通のバーンというこう軽的で入線。さあここまで所要時間は結構かかったものの、でもねお客さんが途中から乗ってくる心配のないゆったりとした旅を楽しむことができました。上りで最も駅を通過するモーニングウェイ、皆さんもぜひ乗車をしてみてください。それではありがとうございました。